皆さんこんにちは、ホロホロです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はこちらの細長い布を使って簡単な手法でカード、手通帳、お薬手帳なんかを収納できるマルチケースを簡単に作っていきたいと思います。まず布の大きさからです。長い方が86cm×22cm、小さい方が 38cm×22cm で準備してます。まず長い方の布から折りたたんでいきます。ちなみにですけど、長い方の布がちょうど100均の手ぬぐいでも作れそうな大きさです。こんな感じでちょうど100均さんの手ぬぐいの丈でも作れるかなと思います。100均さんの手ぬぐいで作られる場合は2枚用意してください。はい、長い方の布から説明していきます。順番に布端から8cm、6.5cm、8cm、6.5cm、 こちらから8cm、8cm、9.5cm、9.5cm でラインを引いてます。でそれぞれ谷、山、谷、山、こちらも谷、山、谷、山の順にアイロンでしつけをしていきます。まずこちら8cm の谷折り、で次6cm の山折り、で次8cm の谷折り、次 6.5cm の山折り、でこちら 8cm の谷折り、8cm の山折り、で 9.5cm の谷折り、で 9.5cm の山折り、こちらで長い方の布の準備ができました。で次に短い方の布です。 6.5cm で谷折り、 6.5cm で山折りにします。これで短い方の布も準備ができました。そして短い方の布、こちらがケースの表側になります。ここにワンポイントのレースを縫い付けておきます。こちらが今 6.5cm で折った方、
折り代のない方にレースをこのように縫い付けておきます。仕上がりがこんな感じですので、だいたいこの辺りの位置に縫っておいてください。まずレースをこちらの端とこちらの端を縫って縫い付けていきます。レースを縫い付けておきました。はい、A レースが縫い付きました。で、次にこちらとこちらを中表で重ねます。こちらは 6.5 センチ幅で縫った方です。向こう側は 9.5 センチ幅で縫った方です。で、この向きで中表に布を重ねます。このように布を重ねて待ち針で留めます。はい、これで待ち針で留めました。で、こちらを縫っていきます。この字に縫っていきます。サイド1センチ幅、で上5ミリ幅で縫っていきます。こちら1センチ幅で、で先こちら5ミリ幅で縫っていきます。サイド1センチ幅で縫います。このようにコの字に縫います。はい、では周囲を縫っていきます。サイドは1センチ幅で縫います。こちら5ミリ幅で縫っていきます。で、反対側のサイド1センチ幅で縫っていきます。これでずっとコの字に縫えました。このように今袋になった状態です。で、この時角をきれいに出すために布の重なりをカットしておきます。表返します。
表返すとこのようになってます。こちらレースの縫い付けた方、1段のポケットができてます。こちらをくるっと向こう側にひっくり返します。すると下が3段のポケットに仕上がってます。下の3段の方のポケットを3分割にミシンをかけます。3段になったポケットの方を3分割してミシンで縫っていきます。約 6.5 センチ幅でラインを引いてます。これで仕上がりになります。カード、手帳類を収納してみます。こんな感じでカードが9枚で、通帳、お薬手帳が入ります。仕上がり寸法が、横幅がだいたい 19.5 センチ、幅が12センチ、感じで仕上がりです。今日も最後までご視聴ありがとうございます。こんな感じで簡単に仕上がる作品ばかりを載せています。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。はい、ではまた。